新型コロナウイルスの感染急拡大を受けて、政府はまん延防止等重点措置の適用地域拡大を決定しましたが、現地ではその効果に懐疑的な声が上がっています。名古屋市など12市町村がまん延防止措置の対象となる愛知県名古屋市では猛暑日が予想されていますが、朝から多くの人が光っていました。必要だと思うけども、浸透はしないんじゃないかなというふうには思いますね。初めてまん延防止措置が適用される茨城県では、水戸市など38の市町村が対象地域に指定されました。もう少し早めに出した方が良かったんじゃないのかなってことは感じますけれども。茨城県は緊急事態宣言の発令を政府に要請していましたが、適用されませんでした。これを受けて県は、まん延防止措置の対象に含まれない日立市など6つの市と町を、今日から県独自の緊急事態宣言の対象としました。